アルマンソウルボンは、セントラル山系のグレドス山脈にある山。スペインカスティーリアイレオン州アビラ県に位置する。標高は2591メートルであり、セントラル山系の最高峰である。そのプロミネンスは1689メートルであり、スペイン大陸部に四座しかないウルトラプロミネントボンの一つに数えられている。名称の由来となった。 アルマンソール十世紀後半の後、ウマイヤ朝の最小である、アルマンソールが三名の由来である。アルマンソール自らが初登場者であるとする伝説も存在し、その伝説によると、アルマンソールは乗馬して登場した。イベリア半島のムーア人は、アルマンソールのカトリック勢力に対する勝利を称えて、この山にアルマンソールという名を授けた。このような由来から、 プラサデルモーロ・アルマンソールと呼ばれることもある。1899年9月、マヌエル・ゴンサレスでアメスアト・ホセ・イブリアン・エスパーダが初めて登頂した。1903年にはアメスアト・イブリアン・エスパーダにオンタニオンとアブリカーロを加えた登山隊が冬季初登頂した。1960年には頂上に1メートルの鉄製十字架が置かれた。 グレドス山脈中央部の北斜面にはグレドス建国があり、この地域はグレドス山脈地域公園に指定されている。アルマンソウルボンはグレドス建国の東端に位置する。グレドス建国で最も標高の低い1940メートル地点にはグランデでグレドス湖がある。この湖の脇にはアルマンソウルボンの登山者が頻繁に利用する山岳避難所がある。ありがとうございます。